ボレリー彗星の軌道。左上は、ハレー彗星、右下は、池ヶ谷、超彗星。ボレリー彗星は、高天周期6.85年の短周期彗星である。2001年には、ディープスペース1号が訪れた。前回近日点を通過したのは2015年5月28日であり、次は2022年2月1日に近日点を通過すると予測されている。 ディープスペース1号は、ボレリー彗星の核から3 4 0 0トル離れた場所から撮影した。この時撮影された画像は1ピクセルあたり4 5ルで、その当時までの彗星の画像の中では最高の解像度であった。1904年12月28日に、フランスマルセイユのアルフォンス・ボレリーが定期的に観測している間に発見した。2001年、 宇宙探査機ディープスペース1号が接近し、核を撮影した。ボレリー水星の核は 8km4km4km で、ある。アルベドは2.2%で、極めて黒い。1998年10月24日から2003年12月31日までの軌道のアニメーション。ディープスペース1号、小惑星、ブライユ、地球。 ボレリー水星アメリカ航空宇宙局が1998年に打ち上げたディープスペース1号は当初の任務であった各種新技術の実地試験や小惑星ブライウの観測を終了した後延長任務としてボレリー水星を観測することになった2001年9月22日 DS1 は ボレリー水星から2 1 7 1トル以内の距離を速度秒速1 6 5トルでフライバイした。ボレリー水星は探査機が訪れた水星としては2つ目の水星となった。ボレリー水星は2015年5月28日に近日点を通過した。前回以前の近日点通過は以下の通りである。次は2022年2月1日に近日点を 通過する。次回以降の近日点通過は以下の通りである。ありがとうございます。